こんにちは、平井博明です。今回はですね、レッスン動画ではないんですが、どうすればまっすぐ打てますかというような内容の動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まっすぐ打てる方、もしくはプロゴルファーなんかは、どうやってまっすぐ打ってますかって聞かれた時に、まっすぐ打ててる段階で、あれどうやってまっすぐそういえば打ってんだろうってなる可能性があるんですよ。すごいボールが曲がってて、それを一生懸命曲がらないようにまっすぐ打とうとして、今まっすぐ行ってる方でしたら、いやこういうことをやって、こういう意識でボールっていうのはまっすぐ飛ばしてますよってすぐ言えたりすると思うんですけども、ジュニア時代、小学校とかからゴルフを始めて、で今プロになられてる方や、すごくトップアマで活躍されてる方っていうのは、多分そこ考えないで通過してきたと思うんで、気がついて今ふと自分のボールを見るとまっすぐ飛んでますっていうような感じだと思うんです。なので、まっすぐ飛ばそうと思ってまっすぐ打ってるわけではないので、どうやったらまっすぐ飛ぶかっていうのがあまり細かく理解をしてまっすぐ打ってないと思うんです。ただそれってすごく難しい問題だと思うんですよ。考えると意外とできなくなってしまったり、もちろん考えてないとまっすぐずっと打てなかったりもしますけども、なかなかでもまっすぐ打とう、こうやって動いたらまっすぐ打てますとか、いろいろ考えてコースでは意外と打たないかもしれないですよね。その自分の打ちたい場所に打とうって漠然と考えるだけで、そこにストレートボールでまあいろいろどういう球を狙って打とうとあまり考えてる方ってもしかしたら少ないかもしれないです。例えば僕のイメージですけども、まっすぐ打とうとした時っていうのは、フェースアングルをあまりターゲットからずらさないで、ずっとまっすぐ上げて、ずっとまっすぐキープして出すっていうイメージをすごく持って打つ感覚っていうのはあるんです。なんでちょっとこうロボット感覚ですね。曲がるパーツも少なく、ずっと全てが伸びてるようなイメージ。めちゃめちゃまっすぐ、ね、ああいうイメージで打ってます。こういう感じ、ボールも曲げたくないんで、自分も曲げない、パーツも曲げない、クラブも曲げないっていう感じなんですよ。飛ばしには行ってないので、しなりも使わないですし、とにかく自分の打ちたい方向に最後フェースが向いてる、ボールが当たる瞬間に打ちたい方向にフェースが向いてる意識をすごく強く持って動いたっていう感じなんですね。でそれを例えばサンドウェッジからドライバーまで曲げたくない時なんかは取り入れていくイメージはすごく持って打ってます。これをやるとボールっていうのは曲がる範囲ってすごく狭くなって、自分の思ったところに飛んでいく確率っていうのがすごく上がるんですね。でも改めて質問されると、どうやって打ってんだろうってなる方って多いと思うんですよ。そこがうまく言葉にして伝えられるかどうかっていうのが難しい問題になってくると思うんですよね。自分で曲がってた経験があるから、それを意識してやるようになる、そう、そう、だから中学高校の時とかめちゃくちゃ同級生で上手い子とかいて、なんでこの子あんな曲がんないで飛ぶんだろうってずっと思ってた。そう、でももちろん恥ずかしい反面もあるし、そういう質問が頭になかったっていうのもあるし、その子になんでそんな曲がんないで飛ぶのって聞けなかったんでね。そう、だからもちろん答えがわからないまま高校アメリカってなってやってたんだけど、もし聞けるんだったらその時のその同級生に聞いてみたかったし、どういうふうに打ってんのか答えが聞けなかったとしても、イメージだけでも教えてほしかったよね。そう、だから憧れもあったし、もちろんテレビでプロゴルファーのショット見たり、中学校の試合で同級生の球を見たりで、ああいう球打ちたいなってずっと思ってて、一人で練習行く機会がめちゃくちゃ多かったから、一人で端っこの方でどうやってってやったらまっすぐ行くんだろうから考え始めて、最初にやり始めたのがこれ。そう、本当にこれでまっすぐ行くじゃんって。そう、そっからほんのちょっとずつ、自分のアドレスがこうだとして、今のアドレスがこうだとしたら、この間をちょっとずつ取っていく感じなの。そう、それでどういうスイングになるかって言ったら、さっき一発打った、もうなるべく
曲線を減らして、動いてる最中も曲線を減らして、やばいよね、針の穴通せそうな、そう、ああいう風に極力曲がるパーツを少なくしてフェースアングルを狂わさないで打つっていう自分なりの動く感覚だよね。そう、形じゃなくて、それをこう体で覚えた感じ。もちろんその考えて動けるレベルの頭してなかったからそうだから自分のこう、ああこれぐらいの動きかなっていう動きで覚えたのが今に至ってるっていう、試行錯誤した結果、うん、それをこう見つけてったってことですね。そうそう、でもその時の自分と今の自分と一致するところは、本当しつこいよ、しつこいけど本当にこの感覚って冗談抜きであるの。だからここで大きい Y の字、クラブと腕の Y の字をこういう感じっていうのはめちゃくちゃ持ってる今のショットは。そうで、普通のショットの時はもちろんこうやって打つけども、今の曲げない絶対っていうショットはこの大きい Y の字を作るイメージめちゃくちゃ持ってる。それを考えてきたから、うん、インパクトの時にクラブを戻せっていう結論にたどり着いた。そうそう、そうだからそれを本当に俺は何十年ってかかったけど、今例えばポッてゴルフ始めて、たまたま俺の YouTube を見てくださった方がいたらめっちゃくちゃ早くない？得得そうそう、あ、へえそうなんだぐらいで見ていただけたら、で試しにやってみようかなんてやってもらったらすごい俺は嬉しい。で成功してくれたらもちろんもっと嬉しいんだけど、参考までにその動きをやってもらってトライしてもらいたい。でもちろん口では簡単にここにこうやって戻せって何回も言ってるけど、ここに戻そうってすっごい大変なことなのよ。それはクラブの重さ、遠心力が邪魔するから。そう、ここに戻そうとしたらこうやって戻るから、それをだから散々右手を使ってこの遅れを取り戻してくださいねっていうためにガンって右を使わないと戻せないっていう答えなのよ。だからその2つだよね、インパクトゼロに戻すのと、それを右手を使って戻す、これができてたら、あの今打った2球打てます、絶対打てます。今回インパクトをゼロに戻す動画ではないですけど、どうすればきっちり当たってまっすぐ飛ばすことができるかっていう動画の説明ですよね。まあ、説明というか、まあ、自分のどういうふうに打ってますよっていうことをちょっとお伝えしたくて動画撮っていきました。このようなちょっとなんかこうまとまりないですけども、最後までご視聴ありがとうございます。